じゃあ7レースをしてられます。青森の小原選手です。よろしくお願いします。お願いします。世界戦お疲れ様でした。ありがとうございます。メダル獲得おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと振り返っていただきたいんですけども、どうでしょうか。はい、まあ自分のパフォーマンスはあまり良くなかったので、まあ、チームのみんなに助けられたなと思います。実際メダルも取りましたけども、そのあたりっていうのは嬉しいのか、もうちょっと色的なのもあるのか。そうですね、もっと自分が頑張れば銀メダルは取れたと思うので、そういった意味ではすごく悔しいレースです。で、火曜日の朝に帰国されて、もう3日ぐらいだと思いますけども、その辺りはどういうふうに過ごされましたでしょうか。そうですね、基本時差ボケが結構あるので、まあ、そういった意味でしっかり時差ボケを、まあ、戻すことを優先に休憩してました。競輪の方のこちらの競争の自転車っていうのはあんま乗られてはないですかね。そうですね、共同から乗ってないです。で、今日しかして指定練習で確かめるって感じですか。はい、そうです。今年はオールスターと共同で、まあ、2走ですけども、まあ、旧車立てのレースも続いてますけども、こちらの競輪はどうでしょうか、今年のレースとしては。まあそうですね、まあ、しっかりやりたいことはできているのかなと思ってるんですけど、まあ、まだまだ煮詰めれるところはあるので、しっかりそういうところを今回調整できるように頑張ります。自転車の方も私されていると思うんですけども、その方は どうでしょうか。そうですね、オールスターから新しくして、まあ、それがいい感じで自分に合っているので、まあ、でもまだまだフレームの方も煮詰めれるので、もう少し、まあ、走りながらここをこうしようとか考えて次を作りたいと思っています。わかりました。初日は細切れ戦になりますけども、どういったレースをしたいっていうのはありますでしょうか。はい、しっかり実況を出して頑張りたいと思います。わかりました。では最後に4日間の意気込みをお願いします。はい、しっかり優勝を狙って頑張ります。応援よろしくお願いします。